ハレのブルーの、鈴木貴博です。今日もね、非常に外がいい天気に恵まれておりまして、気持ちいいですね。僕はここに引っ越してきてから、今でもですね、寝ながら夢で実家にいる時の自分とかを、見てしまう時があって、ふとはっと目が覚めると、あ、一人暮らししてるんだっていうふうな、そういう実感をね、得たことがあって、いや、一人暮らしでよかったなって本当思いますね。今となれば、実家っていうのが嫌な思い出として蘇ってくるっていう、そんな感じになっておりまして、でカラオケなんかに行った、その音源なんかもね、やっぱり実家にいる時の音源は結構なんか当たり障りがない感じで、なんかサラサラしてるんですけど、ここに来てからの音源はね、割とこう、ちょっとしたこう濁りなんかも常にあってね、なんかやっぱりそこの音源の質っていうものがまたこう変わってきたなっていう、そんな感じのね、印象を受けますね。なんだかんだ親の持ってるそういう金とかをもらっていたのかもしれませんね。僕はそのね、今ね、ミスチルの DVD の半世紀のエントランス、ヤマスタジアム長居のね、前編の、動画を全部見終わったところなんですけど、後半戦の方の動画に行く前に一言言うとね、やっぱスタジアム公演かっこいいですね。特に、なんて言うんだろうな、ちょっと垢抜けた感じがするかなっていうところが、で、僕なんかも、日産スタジアムと、あとは名古屋ドームの方に行ったんですけど、なんかこう、その後にあったライブということで、すごい感慨深く見てますね。なんか僕がいた頃になかった曲なんかももしかしたらあるのかもしれませんし、今後も展開の楽しみな次第でありますね。名古屋ドームも、日産スタジアム、僕はその時々目をつぶりながら、1分間目をつぶりながらって、そういう感じでつないでいったんで、全然ライブのその様子をね、純粋な目で見えたことはなかったんで、改めて今ね、DVD でちゃんとフルで見えるってところがすごい、いいですね。そういうところが、あの時のライブ会場でもずっと目を開けて見てられたらよかったんですけれどもね、やっぱりそういう余白を残したまんま終わったライブだったんで、すごい後悔もしてますし、いつかこの目をつぶる習慣っていうのがですね、終わる、
そういう時が来るのはずっと待ち込まれていたんで、一人暮らしをした今はね、そういう体制が持てたことっていうのは非常に大きいなって思ってますし、そこの進化っていうものもね、できたことが今の2023年のね、一番大きな実りでしたかね。僕がね、最初に病気をしたのは中学校に入ってからですね。で、それまでも、交通事故にあったりとかしながら、あったんですけど、大きな病気はすることはなくて、中学校に入った時と、会社に入った時と、大きな、そうだ、大学に入る前と、その中学校なんかもその病気しましたけど、やっぱりちょっとどっか免疫疾患のそういうところがやっぱどっかおかしくなるようなそういうところがあってですね、普通の日常生活にも支障を来すっていうことがありました。で、いろんな人のそういう人間関係のそういう影響になるものなんですけれども、なんか非常にいたたまれないそういうところと、親のそういう持ってるところの狭間に立たされて、ね、不快な思いをしてきました。で、そういうサンドイッチのような状況になるとですね、人間はおかしくなってしまうんですね。で、僕なんかの母親がね、自転車のああいう波法連携は私苦手って言ったらですね、そこにこう引っ張れるようにこうやってどんどんそれをなくしてしまう自分もいたし、あとはだからといってじゃあ新入園の方になるのかって、新入園もおかしいところがあってね、そこではいけないしってことで、で僕はどういう風になったかっていうと、記念週の方で今落ち着いてるんですけど、でもだからといって新入園の方のああいう祈りっていうのもですね、濃厚接触さえしなければすごいよく使える祈りなんで、今でも持っておきたい思いがあります。で、特に男性が、多い社会ではですね、そういうあったかい祈りですね、そういったものが、新入園の方にあるとして、そこの方を使っていった方がうまくいくなんていうこともあるので、僕は純粋に今でも使ってますし、で、特に何でもそうなんですけど、濃厚接触をしてしまったら何でもね、これはいい、これはダメって感じで分けられちゃいそうですけど、なんかこう濃厚接触さえせずにちょこちょここう吸気入れてこうちょこちょこつまんでいくような分にはですね、何でも大体受け入れられるような体制が出来上がっていくんですよね。ですから非常にそういうところで今まで捨てていったものっていうのの中に意外といいものが眠っているなんてことがあってですね、やっぱりそこになんかすごいもったいなかったなっていう念を抱きます。で、僕なんかもね、そういう意味で今までこう苦手だったペットの存在やまたは、苦手な描写のあるそういう作品とかですね、あとは他人のお家だったり、あとはその宗教の世界、他でもあるんですけど、そういったものや、
まあ、あの今までダメだったものを、まあ、再垣間見る瞬間っていうものをですね守って、でさらに言うとそういうところの余白を埋められてこそやっぱり自分自身が確立されていくんで、うん、あのすごいあのまだまだ先が長いなって思います、うんうん、今親が今いないということはですね結構一本調子で進んでいく可能性が高いので、うん、今後のその免疫疾患のそういうね、おかしくなるっていうものは、まあ、なしにせよあのなんていうかまだまだいろいろあるなっていう気がしますね。では今日はねちょっとつまんない動画でしたけど、あのあえて落ち着いたこのポジションから語る動画でしたから、やっぱり何でもそうですけど親と独世間のサンドイッチっていうのは辛いですね、うん、もうそれは本当改めて感じました、うん、今自立できて本当良かったなっていうそういうことです、うん、ではまたご視聴ありがとうございました。では失礼します。